まるで SF 映画にでも登場しそうなこのマシンが世界を変えようとしている。ロボットのような力をいともたやすく身にまとうことができるドーム、その名をロボットスーツハル。生みの親三海義行は48歳の工学博士だ。人間と機械を合体させる試み、つまりサイボーグ技術の躍進に世界が期待を寄せている。三海の試みは今実用化目前にあると言っていい。Ability of the human by using technology. This robot can move by according to his intention. This is very amazing technology. メカニカルな機能を備えたスーツによって人間の身体機能を拡張する。それはロボット開発の発想の大転換だった。人工知能を作るってことは事実上不可能なんです。とすると本当に可能性があるロボットってのは何かっていうと、この人間の現にある頭をそのまま使っちゃうことなんです。だから要するにサイボーグなんです。サイボーグは可能なんです。だから彼がやってる研究ってのは最先端だし、今はもう全部そっちの方向へどんどん向かいますよね。世界に先駆けた研究開発は今後の日本経済にも大きく貢献する。サイボーグの生みの親三海は各界の注目を集めるちょっとした時の人なのだ。はい、ぐーっと曲げてやめて。人を助ける、それが三海の最大のテーマ。少年時代からロボットに魅せられてきた。愛読書はアシモフの SF ミステリー。オランダ語で書かれたアイロボットですね。イッロボット。寝ても覚めてもロボット三昧。カニぐらいの動きができるんだというふうに考えればですね、こう指先をつく話というのとあまり違わないかもしれません。これは重い。これぐらいは必要なんだろうな。超人的に多忙な科学者は子供の頃に思い描いた夢の世界を全速力で走り続けている。この番組はクオリティ&チャレンジのアサヒビールと松田の提供でお送りします。そもそもロボットスーツハルとはいかなるものか見せてもらった。まずは体を覆うように機械を身にまとう。人間が例えば、にしか出ない力しか出ない場合でもそれを5にしたりもできますし、10にしたりすることもできるわけですね。で、そういった力を発生するユニットっていうのはこういうところにあります。で、こういうそのユニットが彼の思い通りに機能してくれて、人間のそのなんていうんですかね、筋肉の、一部のような動きをするわけですね。例えば一つ10キロの米袋4つを軽々と抱えることができる。はい、平気ですね。はい、こんな感じです。これちゃんとちょっと足とかからこう切っていただけると、この凄さが。この時人間にはほとんど負荷がかかっていない。これは40はちょっとやばい。いやいや、そうやばいなんて言わないですね。試しにディレクターが挑戦してみた。あら、これこれちょっと。ロボットスーツをコントロールするのは足や腕の筋肉を走るわずかな電気信号だ。それを皮膚の上からキャッチして機械が動く。人間の体は脳から送られるこの電気信号によって制御されている。だから信号さえ検出できれば誰でもスーツの力を利用できる。右足につけたセンサーとハルをつないでみる。脳が右足に動けと命じると、その電気信号をキャッチしたハルもまた右足を動かす。
これまでの道のりは険しかった。研究開発におよそ14年、人間の動きを機械にサポートさせるためには気の遠くなるような試行錯誤があったという。三回はこのロボットスーツを体の不自由な人々や腕力を必要とする介護などに活用できればと考えている。最も新しいタイプのロボットスーツは重さ150キロの荷物さえものともしない。